待に満ちた歓声を受け登場したのはアジアンカンフージェネレーション。まずはボランティア活動の様子をご覧ください。7月15日、福島県福島市。今年結成20周年を迎えたアジアンカンフージェネレーション。彼らは社会貢献プロジェクトロックコープスにどのような思いを抱いてやってきたのでしょうか。なかなかこのバンドとしてもね、復興シーンみたいなことって、どっかに呼ばれていってライブをするってことはできるんですけど、そうではないところでできていたかなっていうのがね、ちょっと思うところがそれぞれあると思うんですけど、そういう中で今回ミュージシャンも一緒に参加してこう農作業とかね、さまざまなボランティアを行えるっていう話だったので、こういうことをね、僕らみたいなそのロックバンドがやるっていうことは意味あることなんじゃないかなと思って参加しました。東日本大震災の復興支援活動をはじめ、音楽の枠にとどまらず広く社会的メッセージを発信し続けるバンド、アジアンカンフージェネレーション。彼らもロックコープスのコンセプトに従い4時間のボランティア活動に参加します。震災前と比べると現在はあれから5年経って、農産物に関してはやはり他の産地から比べると一段ランクが下になっているというのが現状です。我々ロックコープスにこうやってボランティアの活動の場所にしていただいているのも、そういう現状をみんなに知ってもらったりということがあって皆さんにおいでいただいているというのが現状ですので、今日はちょっと大変ですがよろしくお願いします。ボランティア活動は一般参加者との共同作業。草があるとネギの養分が全部草に行くんです。そうするとネギが細くなってしまうので、ということで今回の仕事はネギ畑の雑草を取り除く農業ボランティア。じゃあすいません、お願いします。はい、こうして4時間のボランティア活動がスタート。一般の参加者にとってロックコープスの取り組みとは、すごいいいと思います。こうやって汗水垂らしていろんな人と関われるって。本当はボランティアっていうのは報酬目当てでやるべきものではないでしょうけど、そういう何かご褒美そういうのもありかなと。こういったふうにセットになってるとボランティア自体の応募もしやすくなるのかなっていう。黙々と草むしりに汗を流すアジカンのメンバー、こう見えて農作業は結構好きなんですって。田んぼとかはなんか遊びで入ったりとかですよね。 あとはまあ学校の授業とかでなんか作ったりとかあります。農業は基本好きなんで、自分でも別に時間と暇があったらやりたいぐらいのもんで、だから今日別に楽しいですよね。草むしりの後はナスの収穫を手伝います。観客とミュージシャンが同じボランティア経験を分かち合うロックコープス。こうして4時間が過ぎていきました。意外とあっという間でしたね。そうですね、作業的には。本当の農家の人はもっと大変なんでしょうけど、普段何気なく食べてるものとかも、こうして誰か働いてるってね、知るだけで、ありがたみが変わってくるから、そういうのはすごく自分にとっては大切なことかなと思いますけど。3日に向けてどんなステージになりそうか。うちだちゃん、さっきなんか言ったらネギで弾こうかなって。ネギで弾こうベランベランになっちゃう。なんか言えよ、意気込みを。9月3日のさ、意気込みを。さっきなんか、話してた方から空にはやってほしいって言われたんで、やります。頑張ります。全部楽しみです。有名な人ばっかりなので。
みんなボランティアして集まった人なので、他の音楽イベントとはまた違うのかなと思って、それはすごく楽しみです。震災の後のこう人とのつながりには一つは勝ってると思いますよね。違いなく。セレブレーションのチケットはメンバーからの手渡し。ライブパフォーマンスへの期待が膨らみます。ロックポップス日本を代表するロックバンド、アジカンこと、アジアンカンフージェネレーション。熱気に包まれた会場の雰囲気をお楽しみください。
新しい曲やります。ブラッツサーキュレーター。ロック始めようっていうかね、その自分でもバンドやってみたいなと思ったのって結構遅くて、あの高校卒業してからなんですよ僕ね。あの浪人をしてたんですけど、その時になんかあの友達から CD を何枚か借りて、オアシスってバンドとかティーンジファンクラブとかベックとかね、そういうレコードがなかったら自分は多分音楽をやらなかったんだろうと思ってるんですけど、それを貸してくれた友達っていうのはなんか、ね、福島出身の友達で、だからなんか福島県には勝手に特別な思いがあって、なんかそしてあの福島のねこういう大きい体育館でやれるなんて思ってもみなかったから、今日はとってもとっても嬉しいです。ありがとうございます。さらに追加演奏しました。
楽しかったです。はい、なんか温かいお客さんたちで、うん、ロックフェスのわーっと一体感とはまた違うなんかね、精神的なつながりみたいなのがあったかもしれませんね、うん、こういうイベントはまた長くね続いていってくれたらなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。